川上憲伸さんが中日ドラゴンズの岡林選手のバッティングを大島選手よりも高く評価しているということで話題になっています。大島選手は2000本安打も見えてきた大打者ですけれども、岡林選手を大島選手よりも川上さんが高く評価した理由であったり、大島選手との比較などなどを見ていきましょう。まずは岡林選手の2022年の成績振り返っていきます。打率が2割9分1厘、ホームラン0、24盗塁で6つの失敗、出塁率が3割2分9厘、 OPS0.702、 三振率 11%、長打率が3割7分3厘、得点圏打率2割8分6厘です。やっぱりヒットの数がかなり多く、リーグ最多安打と、ここがかなり評価できるポイントだと思います。ただ、出塁率に関しましては、もう少し、そうですね、上がってくるとタイプとしてもいいかなという感じですね。三振率も 11% とかなり低い数値になっています。そして、盗塁がリーグ2位、ヒット3塁打がリーグ1位という成績になっています。岡林選手のタイプでしっかりと3塁打であったり2塁打がたくさん打てるっていうところは、やっぱり岡林選手のとても大きな強みなのかなと思います。そしてゴールデングラブ賞を獲得しました。守備も異次元の数値ですし、ベストナインもリーグ史上最年少で獲得したということで、岡林選手ブレイクの2022年になりました。それでは川上憲伸さんの岡林選手の打撃の評価見ていきましょう。川上憲伸さんは CBC ラジオで岡林選手を絶賛していました。アウトコース高めの甘い球をファールにせずにちゃんと捉えられる、そしてレフトオーバーを打つことができると、この部分をとても高く評価しています。アウトコース高めをファールにせずにしっかりと捉えて、レフト前ではなく三遊間ではなくレフトオーバーも打つことができると、この部分ですね。パワーがついてきたらもうやばいですね。ピッチャーが本当に嫌な打者になれる、首位打者常連のような選手になれると、これぐらい高く評価しています。そしてアナウンサーの方が福留さんであったり小笠原さん、そして松井秀喜さんなんかもアウトコースの球しっかりと遠くに飛ばしていましたねというような話がありまして、福留さんとか小笠原さんとか、そういったバッターにさせないといけないというぐらいの評価をしていました。そういったバッターは今正直いないですからねと、やっぱりおそらくは中日ドラゴンズに今それだけの怖いバッターっていうのがいないからこそ、岡林選手にはそういった選手になってほしいというような川上さんの期待があるんだと思います。大島選手よりも打撃が上と評価しているというようなコメントもありまして、こちらも見てみましょう。岡林選手と大島選手の打撃の比較、川上憲伸さんはこのように語っています。アウトコース高めの甘い球をちゃんと捉えるのは大島選手でもできないと、陽平は好きだからあんまり言いたくないけど正直ピッチャー目線からすると怖くないんですよねというようなコメントがありました。アウトコースの高めの甘いところに行ってしまったとしても、どうせファールになるだろうなと、そういった感覚が川上憲伸さんにはあるようです。初球から難しい球を打ってくるから苦労しないけれども打たれるような感じと、初球から厳しい球が来ても見逃したりせずに打っていって、それがヒットになると、なのでピッチャーとしては球数もそんなに多くならないし苦労はしないけどヒットにはなると、でもやっぱり怖くないなっていうような印象なんだと思います。キャッチャーとしても初球から低めに厳しく厳しくっていうようなリードにはなかなかならないんじゃないかというような話もありました。バッテリーの警戒といったところも変わってくるようです。岡林選手はあの WBC のメンバーと同じバッティングができるというような話もありました。こちら見てみましょう。川上憲伸さんは岡林選手のバッティングについて、低めは捉えても意外と三塁打にならないんだけど、高めをしっかりとかぶせることができれば三塁打になると、ここがピッチャーもすごく嫌だと、三塁打を打たれるとやっぱりランナーもかなり進みますし、ランナーいればどんどん帰ってきてしまいますし、打ったバッターも三塁に残るということになりますからね。西武ライオンズの源田君も同じように高めの球をうまくかぶせて打てるというような発信がありました。足が速くて高めを打てるバッターは2塁打で収まらず3塁打になると、この部分について岡林選手含め、足が速くても高めがしっかりとかぶせて打てるバッターを高く評価しています。岡林選手は確かにホームラン2022年は1本もないんですけれども、2塁打が25本、そして3塁打がリーグトップの10本あるんですね。こういったところからも岡林選手のバッテリーに与えるプレッシャーというのは大きいと思います。加えて岡林選手はあの選手にも似ているというような評価がありました。こちらも見てみましょう。
川上憲伸さんが岡林選手と同じように強くしっかりとバットを振れると、走り打ちのような感じじゃなく器用に当てるような感じではなくという選手ですと、阪神の近本選手を例に挙げていました。阪神の近本君は軸足にしっかり乗せて腰を入れてスイングする、しっかりと振り切るというところは岡林君も似ていると。近本選手は本当に軸足の方に一回思いっきり単重を乗せて足を高く上げて振り切ってくる、そんなイメージがあると思います。器用に当てて打つという感じではなく、甘い球をしっかりと捉えられる、先ほども話があったレフトオーバーを打てるとか、そういったところですね。初球から追い込まれたようなバッティングをしてしまうとピッチャーは怖くないと、厳しいボールをコツンとヒットで落としていくと、そういったバッティングはピッチャー怖くないんだよという話がありました。やっぱり川上憲伸さんはピッチャー目線だからこそこういった分析になるんだと思います。岡林選手はやっぱり将来的には長打も打てる1番バッター、例えば先頭打者ホームランとか、いきなり2塁打3塁打がある1番バッターであったり、もしくは長打もっと増えてくれば3番バッターとして成長していくっていうのが理想なのかなと思っております。では岡林選手のバッティングフォーム見てみましょう。左側が岡林選手の写真、右側が阪神の近本選手なんですけど、どちらの選手も足を上げて軸足にしっかりと溜めて振り切るということで、この足を上げる部分っていうのがやっぱり結構似た形になっています。近本選手の方がさらに足を上げて思いっきり踏み込んでいくような感じなんですけど、岡林選手も当てるようなバッティングではなく、しっかりと軸足に乗せて思いっきり振り切れると、だからこそ2塁打だったり3塁打がしっかりと出ていくというような話でございました。そして引退された福留さんが岡林選手の2年目のジンクスというところについても語っておりますので、こちら見てみましょう。福留さんは東海ラジオでこういった質問を受けていました。岡林選手は2年目のジンクスにならないでしょうか、攻め方も変わり疲れも出るので心配ですと、こういった質問が寄せられたわけですね。それに対して福留さんは大丈夫ですと、変に考えすぎて自分から崩していくことがなければ大丈夫ですと、仮にピッチャーが研究してきて攻め方が変わったとしても乗り越えられるだけのものを持っているので考えすぎないことが大事と、岡林選手の実力であったり素質っていうところも高く評価しています。自分で今年はこうやってプレーするんだというような軸を決めて、それを1年間やり通すと、そこがすごく大事だという話がありました。対照的に高橋周平選手は2022年にオフにすごくいろいろ考えすぎてしまって、いろんなコーチとかいろんな指導者の方の話も聞いて、自分の中で迷って迷っての1年になってしまって、それが成績が伸びなかった要因になったと、そういった風にならず岡林選手は軸を通して自分のスタイルを貫いてほしいというような話になりました。岡林選手は去年最下位のチームでレギュラーは固定されるとは思わない、勝つためにスタメンも変わる、また一から勝負してポジションを奪いたいということで、来季に向けて気合十分ということで期待したいと思います。以上です。